コテを入れた方が私これいいと思うけど、すごい安上がりですよね、うん、そうですね、ね、うん、男女問題研究家の山崎セミコです。本日は、ずっと引き続きやっている離婚シリーズということで、今日4回目ということで、離婚調停の申し立てと流れということでお勉強していきたいと思います。本日も、恋愛大学の助手はセブン、よろしくお願いします。はい、セブンです。よろしくお願いいたします。そして、私の、常連の相談者さんのミキさん、45歳、お子さんが、いらっしゃるね、1人、18歳で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まいちゃん、まだ独身のまいちゃん、24歳、よろしくお願いします。お願いします。はい。さて、セミコ先生、今回は離婚調停の申し立てと進め方、はい、ということなんですけれども、はい、ちょっとなんか私自身、まだ独身ということもあって、離婚調停、なかなか聞き慣れないんですけれども、はい、まあ、どういう意味なのか、あとその流れや実際のポイントも教えていただけたらと思います。はい、わかりました。これね、日本ってね、そのミキさんも調停されましたよね、はい、私は調停離婚でした、はい、調停しましたよね、はい、だから普通、通常は日本はもう前提として調停してから裁判なんです、はい、だから調停があって裁判なんです。それはお決まりなんですね。よほど相手がその調停で、まあ、行方不明であるとか、はい、そういう、 こう話し合いがどうしてもできない状態じゃない限りは、まず調停なんです。これ覚えててください。だからいきなり裁判するよとか言われても、そういう人は多分弁護士さんとか専門家のところ相談行ってないと思う、うん、そこの言葉のね、覚えててもいいと思います。なんか例えば民事っていうね、こう離婚とかそういうことって民間の我々のことで警察に捕まることじゃないでしょ。警察に、簡単に言えば警察に捕まることじゃない揉め事は民事っていうんです。うん、民事と刑事っていう、そう警察に捕まるような、こととかは、刑事事件っていうふうに言います。だから民事の場合はね、調停、前置主義って言ってね、調停をしてそこで不調になった場合裁判で、なんかいきなり例えばまりちゃんがね、今後何かあって訴えるぞって裁判するからなとか言って例えば言われたとしたら、知らないと思う。裁判だけしか知らないから、うん、調停の申し立てしたっていうふうに言ったら、うん、すごくリアリティはあるんだけどね、うん、でも調停を入れた方が私これいいと思うけど、すごい安上がりですよね、うん、そうですね、何千円くらいですよ、印紙を切ってられて2,000円くらいやったと思いますね。ただ申し立て費用として印紙代で1200円なの、1200円で、あと切手代で、なんか知らないけど封筒で2000円くらいで、なんか1杯10円から6枚と1000円が、そう呼び出しのね、封筒に貼る切手 ね、なんかその辺はだから、やっぱりそのまあ、公のところでやってるから、切手代とかそういう、こう経費、実費経費を払うぐらいの感じかな、はい、だから、それは調停って、よくいいですよね、安いからびっくりします、うん、調停をね、まず、離婚しようと思った時に、申し立てするんですけど、申し込みね、専門用語で言った申し立てとか弁護士さんがおっしゃるんですけど、だから離婚調停の申し込みは、各々の、家庭裁判所でできます。そうです、旦那の戸籍地の住んでるところの管轄の裁判所でした、できます。今日ね、申し立てする時のポイントっていうのは、だいたい申し込みしてからどれぐらいで来ました、そのいついつ来てくださいっていう届きますよね、話し合いにね、ぐらいで郵便物が届いて、だいたい1ヶ月後ぐらいで、1ヶ月後か1ヶ月半後ぐらいで、もう日時がもう、設定されて、その日に来てくださいっていう通知が届きます、でね、みんなね、裁判のそのシーンでドラマのね、で裁判の場合はみんな裁判官ってこうおるけど、調停の場合はね、違うのね、その旦那さんとか一緒にいないの、顔合わせないようになってしてるから、だからそんなに怖がることもないし、すごい配慮があるよね。そうですね、一回その調停の申し立てをして調停に行った時の奥さん殺した人おるでしょ、知らない事件で刺して、なんか刺して家庭裁判所ね、なんか家庭裁判所
で。ありました。あったでしょ。離婚のあれで、だからあるのあるの、そういうの。だから会わないようになってるんですか。まあそういうのもあるし、お互いのなんていうのかな、あの、まあ配慮やろうね、きっとそれは、はい、配慮で、あのやってると思う。だけどそれ待ち伏せしたりするから、離婚調停のところの家庭裁判所も今最近その事件があってからね、なんかセキュリティあるよ。だから、あ、それはすごい、ね、なんか恨んでっていうのあるよね、逆恨みとか、うん、怖いから、うん、だからあの離婚調停行く時にまずね、まあ、申し立てじゃなくて申し込みしたいと、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいでね、あのいついつ来てくださいって言って日にちを書いてね、送ってきてくれるんで、それで呼びかけていくんですけど、で旦那さんとか相手と会うの、奥さんとかね、相手と会うことはないので、はい、まあ、あの時間的に時差でね、ちらっと顔を見ることはあるかもしれません、ばったりとね。そう、私は会ったことはない。ない、うん、たまにね、ばったり早めに行ったら、その終わってて向こうがとか言って会うときあるから、だからそんな早めに行くこともないと思うね、オンタイムがいいと思います。 そうですね、それとね、あと服装なんですけど、行くときのこれ私ね、調停委員さんでどういう人が選ばれてるかって言ったら、一応地方公務員なんて言ってある、地方公務員になるんだけど、もともと公務員さんじゃなくて学校の校長先生やった人だから、なんかでもそんな感じのおっちゃんが、そうでしょ、不思議。そうだから、まあ、まあ、著名などっかの社長さんとか、はい、まあまあ、一応法律の知識がある程度あった方がいいやけど、ない人も多いの。ない人いたんですか。ない人見てんの、普通のどっかの社長さんとか、だから名誉職みたいな感じのところは実はあるんですね、はい、ある程度、まあ、もちろん弁護士さんで調停員になってる方もいてるけど、一般公募で、ね、なってる人は大体そういう著名な小学校の先生や教頭先生やったとか、落ち着いた校長先生風の、そう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 、あ、ミキさんの時ね、で、民生委員やってる方とかね、で、まあまあまあ、ちっちゃいペースで言えば、その、まあ、町内会のなんかやってまして、あの地元の名士とかね、そういう人がなってるから、だからね、所詮ね、やっぱりね、あの人間だから印象悪かったらダメよね、印象ね。だからここは私ね、調停が終わって、1回目の調停が終わって、調停終わった足で相談に来られた方がいたのね、女の人でね、びっくりした、私その人見て、その姿がですか。女の人やんだけどね、ジャージ履いて、上下、まあ、ジャージが悪いと言わない、ジャージで靴、トイレのサンダル、本当に行ったんですか、それでだから私、うちに来るにしてもそうよ、そんなトイレのサンダルで来た人初めて来たから。で、髪の毛もなんかね、あのちょんまげみたいなのとかくってね、ちょんまげ、あの噴水みたいな感じ、わかります、にくくって、まあ、まあ、短いんやろね、髪の毛が。それで、来られたから、あのもしかしたら一回お家に売られて、うちに来られたんですかって普通に聞いたの、やっぱり服装があんまりない、いい、このまま行きました、で、これどうでしたか、調停委員は全く私の話に耳の傾けてくれそれはそうだ、ねって言ったの、相手の人ですからね、そうって言ったの。だからもしかしたらたまにね、何かね、いろんな、まあ、私の番組とか私のブログでね、あのもうあのそのなんていうのかな、あ、お願いします、お友達とか、なんか、なんていうの、フォロワーかな、ああいう風になって申請してくださる方って確認したら、結構離婚カウンセラーさんとか占い師さんがほとんどなの、カウンセラーさん、だから8割7割ね、そういうカウンセラーさんが、ありがとうございます、皆さん、一度ね、ズームでもズーム記念やりますので遊びにいらしてください。だからそういう人が多いから、中にはそのね、ググっていった中には、離婚調停では寂しげなね、なんか幸薄げにしていく方がいいってアドバイスしてる人も、またしっかりそうやねんけど、同情を買うみたいな感じですか、うん、そうそうそう、同情するなら金くれ言うのあったからお金の話嫌いじゃないんで、だけど、それでみすぼらしくしていったのかなとか考えたんだけど、絶対に皆さんね、いい格好していってください。それ変な話ね、冬場で毛皮とか着ていく必要はないですけれど、きちっとした服装でね、行くべきだと思うんですよ。なんか私もそのアドバイスいただきまして、しましたでしょ、しましたね、普通に、派手じゃなくて小綺麗な感じで、小綺麗な感じでね、で、あとは話し方とか、そんなのは弱々しく、
綺麗にしてるんだけど、弱々しいって言ったら一番男の人惹かれるタイプ、惹かれるよね。それもあるな。弱々しい話し方とか。やっぱりね、あのほら目をカッと開けて今私が喋ってるみたいにギンギンしたらダメ、伏し目がちで。ああ。ハンカチ持つのいいね。ハンカチいるよ、コロナだから。ハンカチ持ちながらということで、はい、びっくりしました。怖かったんですとか、綺麗な格好してね、あのそういうふうに心が病んでますと。だからね、調停の時にあのいろんな話を調停員さんがとりあえず聞くから。でもね、話だけではあの信じられませんよね。だから探偵業っていうのがあるんです。探偵さんが、うちの主人浮気しておりましたって言っても、証拠はありますか何かって言った時にありませんって言ったら作り話かもしれないじゃない。あ、うん、でそこを公平に見ないとダメ。やっぱ調停員さんとか裁判官も、まあ、裁判になった時はね、だから写真で2人がラブホテルに行ってるとか、そういう写真を見て信憑性を高めないとダメだから、例えば探偵を雇わず写真を撮れてなかった場合でも、あのご主人さんがあの俺浮気してんで付き合ってるけど何が悪いねんって開き直る A 型の男の人多いの。たまにいるの。これ違う話になったけど、浮気してもいい加減にしてって言って、悪いと思えへんのとか女の人が怒るじゃない、はい、そしたら開き直る男が、浮気のどこ悪いの。いや、いますよね。これ言われたらね、正直言ってね、絶句やね。言われたかは、なんか一瞬ひるむのね。いますよね。開き直っていう A 型の血液型の男の人多いんだけど、だそういうふうになったらね、もう憎しみ合いになるから、だからね、あのそういう風に言ってるんだったら、そういう言ってるところを録音すべきなの。あー、なるほど。録音すべきなの。だからこれは IC レコーダーでも何でもいいし、で子供さんがいらっしゃったらビデオカメラでもいいんだけど、映像撮らなくてもいいよ。撮れたらまあ撮ったらいいんだけど、何のビデオカメラの見どころっていうのは、音声がすごく綺麗に入るの。へー、うん、じゃあもしその時に間に合わなかったら、もう一回言わすような状況に持っていったりとかして。あ、そう、そうそうそう、でそこが大事。だからうちに相談に来られたレクチャーするのが、あ、そうですか、認めてらっしゃるんだったら単純使わなくても認めてるということで話し合いもう一回されたらいかがですかって。その時にもう良い万端で、良い万端、もう必ずどこに仕込むかって言ってね、あの例えばここの下にね、IC レコーダーね、テーブルの下に貼り付けておく人もいてるし、だから探偵さんがよくやるのが協力粘着テープってやつね。でも粘着って言ってもどこまで粘着で30分くらいでポロッと取れる場合もあるから、車の中に仕込んだりする人もやっぱりいてるけど、実験してみてください、ね、粘着テープを買って。だからよく我々私が現場に行ってる頃なんかは、粘着テープでカメラとかどれぐらいするかって天井にね貼っといて、下にもうお座布団とか全部受け入れるように壊れたくないからカメラとかね、うん、でどれぐらいいくか言ったらやっぱり3日ぐらい持ち出すとか、そういうのあるの。だからそういうのを選んで、そこの素材がね、素材感がね違うか、どこに貼りたいか、そしてきちっと録音で声がなされてるかってことをあれして、で録音する時の注意点、これをポイントで言います。はい、ミキさんにお話したかな。あの録音する時っていうのは普通にお話ししてても誰と誰が喋ってるか分かりませんよね。確かに。まいちゃんって言うからまいちゃんと喋ってる、はい、まいちゃんが私に言う時は何て言う。セミコ先生。そしたらこの録音だったら、まいちゃんという女性とセミコ、セミコ先生が喋ってる、分かる。あ、確かに。名前を言わすようにやんなきゃいけないってことなんですね。そう、そうなの、そうなの。すごい、確かに。パパとか言ってたら、パパいっぱいおるから。パパだらけだから。うん、そしたら旦那さん、何々さんでしたの、名前で。いつも呼んでて、名前を呼んでて、例えば、ひろゆきやったら、ひろくんとか、例えば、たまに言ってる昔の呼び方でいいや、うん、あ、ちょっとひろくん座って、よそよそしい時にそれ出してもいけるよね。いかに自然に。で子供の名前も出していってもいいと思うよ。そしたらこの話し合いを誰としてるかって信憑性高まるね。子供がね、めぐみちゃんとたかこちゃんだったら、めぐみもたかこもねってね、まだちっちゃいからとか言って、ひろくんどう思うのって言ったら、もうめぐみとたかこのお父さんが喋ってるって。わかる？ここをね、はっきりさせないと
ダメなの、うん、でね、なんかね、あのよく IC レコーダーで録音する人いてるけど、私はね、女性には使いにくいんじゃないかなと思うの。なぜかって言ったら、IC レコーダーってコンパクトですし、フェザータッチでピュッて言ったらあれなんだけど、すぐに録音とかあの再生とかできるけど、そういうの消えちゃいやすい。止まったりストップとかしやすいから、私はビデオカメラ推しなんですけど、ビデオカメラめちゃめちゃ入る。ビデオカメラって子供さんがいる人絶対持ってるから、新しく買わなくていいでしょう。で、なんかどっかセッティングしておいて、うん、セッティングしておいても、あの録画しなくていいの。音だけ入ればいいから、録画ボタン押してもいいけど、撮ろうと思ったら、うん、あの仕込みが難しいから、うん、でも、うん、撮るときにね、分かってると思うけど、あーこっち向いてって泳いでる子供を撮るときにめっちゃ声入ってるでしょ、自分の声も、子供の声もだから録音機能的にはね、めっちゃ高いと思いますから、うん、あのあえて買わずに、買いたい人は買ってください。そういうものが買うの好きな人いてるんじゃない、あの探偵グッズみたいな。ミキさんもね、なんか探偵やってみたいなとか、誰か言ってたな、よくお客さんでね、うん、探偵の仕事を一回やってみたいっていう人なの、結構女の人多いのよ、うん、そういう方はそういうグッズとかをね、あの買われてもいいと思いますから、必ずきっちりあのあれして、まあ今はねスマホでね、うん、撮ったりするけど、音がね、うんうん、音がどれぐらい入るかって結構入りますから、うん、そのあたりも、でもその注意点は、それもやっぱ熱上がってきた時に、あの熱くなってきた時に、うん、切れちゃう、自動的にオフになるんですね。あ、動画撮っても、うん、そういうリスク考えた時に、私はまあ、あの推しはビデオかなと思うんですよ。話めっちゃ長くなって、その場でもしかしたら DV 始まるかもしれないよね。お前いい加減にせえやとか言って投げたりとか、チャンスやね、これ投げられたら。申し訳ないけどチャンスでしょ。痛いけどチャンスやね。請求金額が上がるっていう。そう、もうこれはもう DV で、だから例えば皿とかね、そういうのもアメリカでは DV ってなってるから、体に直接じゃないけど、物を壊したりとか、だからそういう録音をするっていうのも大事です、すごくね。で、相手がね、あの調停に申し立てしても出てこない人いてるでしょ。調停申し立て、あ、申し込みして呼び出しが来るね、調停から。そういう人もいるんですけれど、もう俺は絶対そんなん行かへんでって言って、へそ曲げてね。そうとしたら不利になるんじゃないですか。不利になりますよ。で、これね、あまり調停をこう呼ばれて行かなかったら、何度かしてたらこう罰金で、多分5万円ぐらいの罰金はね、発生してきます。1回ぐらいでもならないけれど、で、やっぱりさっき言ってたように、調停員も人間やからね、まあ、印象悪いよね、信用できるね、この人はっていうふうになるので。だからそこはね、あの出ていった方がいいと思いますね。だから調停の申し立てをしてね、で、これがね、あの不調って言い方するんですけど、調停を申し込んで話し合いして、どういう時にまとまらないかって、まずここをお話しておきますね、はい、これは、調停もそうなんですけど、何かで離婚調停の場合は、離婚した時に養育費とか慰謝料を決める場なの。だから相手が離婚せえへん、こっちは離婚したい言ったら、話平行線が終わるんです。終わるんです。だからあの決めれないから、何もだから、まあ2回ぐらいで終わるんじゃないかな。で、話し合える方は慰謝料なんぼにするっていう話し合い、取り決めする場所なのね。だから終わっちゃうのこれね。ただそのあのなんていうのかな、私的にはやる意味っていうのが、即座に離婚っていうのはできなくても、離婚調停を申し込み申し立てを、していることによって、自分はそこの時から離婚はきっちりと考え出したっていう機嫌になるよね。で、なんか残したってことですね。そう、自分がもう爪痕残してるよね、はい、もう例えば4月1日から、1日から調停が始まったってことは、離婚調停を申し込みして申し立てして、自分が離婚したい意思がすごくあるんだってことはカウントできるよね。随分前から、あの私は離婚考えておりましたって言っても、で、あの時仲良かったやんって言ってた、離婚調停したこの日やしって言って、わーすごい言いますよね。そういうことはすごい大事なので、でそこからやっぱりね、すぐ調停を再開することはできるんだけど、何も状況変わってないから、また再開するんやったらやっぱりね、半年ぐらい経ってからね、離婚調停って言ってもう一回するっていう、だからそういうふうにして、それだけ離婚したいのかっていうことで、最終的にはその、裁判官の強制離婚とかね、だから別居生活が今あの続いたら、あの離婚になるとかいう強制離婚で、本人の意思関係なしに2人は修復できませんってことで、離婚ってなる場合もあるんで、だから調停っていうのは使い方によってはね、私すごく非常にいいと思いますよ。でね、
この調停は女の人は必ず入れた方がいい。なんでですか？これね、前回も言ったかもしれないですけど、調停で決まったこと、あと公正証書といったお約束のね文書を書いて交渉役場で判子ついても作った作成したものと、で調停が、ダメで裁判になって裁判で決まったこと、この3つは強制的に執行、強制的に取り行うことができるということで、給料を抑えたりとかそういうことができるから、口約束とかしてたら取れないのね。で、旦那さんに一筆書いてもらったら大丈夫ですっていう人もいてるのな、紙に来たの字でね、旦那の旦那がなんか今度浮気したら1000万払うとかね。だからそういうような形のやつっていうのは確かに浮気した事実はあるかもしれないけれど、強制的にはできないってことなんで、あまりそんなにきちっとしたものじゃないから、ちょうど入れた方が養育費とかもね、そういう変わってくるんで、今払ってもらえない人も今誰や、ゾゾのおった前澤さん、いや、あの人子供、あの人が作った会社がね、めっちゃいいと思いますよ。私賛同してる。作った会社。そう。なんか、ね、小さな一歩か。なんとかの一歩です。そう。というのがあって、なぜか言ったら、その社会でそのシングルマザーの貧困で、お金をもらってない問題っていう、全体のその 70% 近くの男性が養育費未払いっていうことで苦しんでるシングルマザーが多いってことでね。あれぜひ私本当にね、もらえる人っていうのはもうそこにお願いしたら、そこの組織には弁護士がやっぱりいてるの。それ弁護士さんがいてるから、未払いの分も全部そういう調停で決まったりとか、そういうふうに口約束したのもきちっと請求してね、取ってくれるっていうあれやからいいと思うよ、すごく。私そこをもうじゃんじゃん電話してくださいって感じで、そこの回しもんじゃないよだけどすごいね、なんかね、助かるの、すごい助かる。そうだから調停でね、そういうふうに決めて決まりましたってことですら守らないの。そうで、まだ惜しくなるのね、そういう例えば子供に払ってるお金とか、そういうの惜しくなったりとか、大体女できたらそうだ、新しい家庭ができたら嘘つく人もいてるし、だからそこで口約束でちゃんと払ってくれるから信頼して泣き入る人もいてるからね、なんかどうなるかわからないから、きちっとね、私なんか意外にね、大雑把に見えますか皆さんそんなことないの、ね、すっごく慎重なの。だからきちっとこうね、こう最悪の事態を想定して、離婚の話を進めていくタイプなんで、バッチリ固めてということで、本日のレクチャーを終了しましょうか。はい、ではセミコ先生、本日のポイントをお願いいたします。はい、離婚調停、女性の方は離婚調停を絶対入れた方がいいと思います。で、その中で、特にね、離婚調停入れていい方っていうのは、大金持ちの場合はね、大金持ち資産がね、何億レベルになったらね、調停で終わらさん方がいい場合もあるんで、年収が1000万以内の方の方が多いじゃないですか。そういう人は必ず女性は調停入れてください。男性は調停に持ち込まない方が本当はいいんですということで、次回まで引き続き離婚シリーズやってみたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。